こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日はヤバい関係者コメント3回目。やっていこうと思うわ。おお。前回は泣きのコメントということで最近の馬、ウィン・アグライア陣営の泣きのコメントからの激走を解説したけど、ちょっと度肝を抜くレベルだったわね。そうね。あのコメントはさすがに。ね。あとはノーザンファームキラーだったり、モーリス・サンクキラーだったり個性もあるしね。ウィン・アグライアは投稿日現在ではまだ現役の馬だからね。これからに期待ね。そうね。で、今回は、どんなヤバいコメントを解説するの？お待たせしました。今回は加藤幸宏じゃなくて、ビッグマウス特集でやっていくわよ。来たら一番面白いやつ。まだまだ競馬界には加藤幸宏もびっくりのビッグマウス野郎がいるわよ。それはそれで怖いわ。じゃあ解説スタートよ。ビッグマウス。それはホラではない。自らの期待を我慢できず、発信することであり、自らの感想を述べているに過ぎない。ビッグマウスはそういう意味では自分の感情に素直な、そして感動した事柄をビジレイクで我々に伝えてくれる。つまりビッグマウスとは口伝の伝統芸能であり、無形の文学と言えるのではないか。うるせえ、早くビッグマウスしろ。最初にエントリーしてくれたのは、ディフェンディングチャンピオンリビングレジェンドがミホから参上。まだあんのかよあいつは。ブレイブハート、レゴラスは前座だった。真打ちはこいつだ。加藤幸宏調教師と当選シーザー。母はイタリア戦ギニーを買ったシェンク。父は未来のリーディングサイヤーディープインパクト。溶血じゃない。社大ファームが送るファンタジェスタが加藤厩舎に降臨した。おお。兄弟には故障するまでは三冠馬候補だった重賞2勝のマルカシェンク、京成杯オータム班でのザレマ、さらに前提のガリバルディは中京記念を勝っているわ。おお。決闘からも期待十分ね。加藤氏も素晴らしい馬体と決闘、こんな馬がうちに来るなんてと感動したに違いない。その感動はブレイブハートのディープなインパクトに勝るとも劣らなかった。そして加藤氏は弾けた。ビッグマウスを繰り出したのだ。一言で言えばモンスター。間違いなく走るどころかクラシックのどれかを取らせてあげないとね。もし取れなかったらそれは調教師の責任。これだけの馬には滅多にお目にかかれないから、今までのノウハウをすべて注ぎ込んで仕上げていきたい、と核爆発級のビッグマウスを繰り出したわ。加藤氏がむしろモンスターなんじゃ。そして今はまだリトルモンスターの段階の当選シーザー。クラシックというフェイムを勝ち取るのはほぼ確定的だと思われた。デビュー戦。パパラッチどもも駆けつけた世紀の一戦であった。もちろんここでルメールを廃止。必勝体制、まさにボーンディスウェイな自らの力を出せば確証だった当選シーザー。しかしリトルモンスターはモンスターになれなかった。ここまで吹いといて。デビュー戦は4着。しかも新馬含め未勝利クラスを6戦するも掲示板に乗ったのは新馬戦のみ。なんちゅうこっちゃ。当選シーザーは地方に転出され、中央競馬に再登録をするために南関東に降り立ったが、普通に地方馬に苦戦。6戦してようやく2勝し、再転入の資格を取得した。当選シーザーは4歳の夏を迎えていた。リトルモンスターがマザーモンスターになりに帰ってきた。おお、当然厩舎は加藤幸宏と思われたが、なぜか同じ美穂の菅原康夫厩舎に入っていた。まさか、加藤班それは飽きまへんで。加藤氏はまるでポーカーフェイスのごとく、当選シーザーを自給車に入れることはしなかった。調教師の責任は取ったのかな。ちなみに当選シーザーは再転入後も最高着順5着1回で引退するが、一体何がモンスターだったのか聞いてみたいものである。やめるんだ。またここまで吹いといて結果が出ないのは競馬だから100歩譲ってしょうがないけど、再転入の時に受け入れをしないとかは、これはどうなのかなって思ってしまうわ。これはできることだからねー。言い訳できないわね。クラシックを当選シーザーで取れなかった加藤氏はどんな責任を取ったのか。有言不実行はちょっとね。当選シーザーはブルータス、お前もかって言ってるよ。まさにジューダス。次のエントリーは西から山内厩舎陣営が参戦してくれたわよ。おお。その昔、朝日エンペラーとその兄弟というみんな活躍した一族がいた。朝日大王、
アサヒテイオー。なんとも仰々しい名前が揃うわね。ノストラダムスの大予言も不発に終わった2006年。この馬のための夏がやってきた。おう、外国産馬で日本に君臨すべくアンゴルモアの大王が降臨した。金剛大王という名前の支配者はまさに西のモンスターだった。もうね、厩舎の期待がとにかくすごかった。G1 級。日本のじゃない。世界の G1、同じ重量で走らせるのは束がかわいそう。函館スプリントステークスに出しても勝てる。なんとタイムオーバーが出るかわからないよ。おいおい、ディフェンディングチャンピオンが霞むくらいのビッグマウスじゃねえか。新馬戦は 1.1 倍の圧倒的一番人気。これは伝説の始まりね。しかし、3馬身も離された3着に敗れ、ファンは失望したわ。これはひどい。しかし、4着には後に重賞2勝のナムラマース。強豪揃いの伝説の新馬戦だったのね。1、2着馬はそれぞれ1勝馬と2勝馬だったけどね。おう、必勝を期して臨んだ次戦も単勝オッズ 1.3 倍の堂々の一番人気。デビュー戦と同じく逃げるもまたもや3着。これはもう普通の馬なんじゃ。鞍上の藤田真嗣は長距離ですごく走っちゃうから、すぐ抜け出して調教にならない。合わせ馬できるパートナーがいれば素質はとてつもないとビッグマウス肯定派だったんだけど、あっさりその背中からいなくなってしまったわ。おお、これはリップサービスっぽいわね。ちなみに2戦目の2着はナムラマースだったわ。は、抜かされてる。金剛大王は秋山でダートの未勝利戦を勝ち上がるわ。函館スプリントステークスでも勝てるとは何だったんだろうか。伏線を回収するかのごとく、同じ舞台の函館に再ステークスに駒を進めるが、この頃にはファンも気づき始め、9番人気で8着。このビッグマウスは恥ずかしいわよ。その後の金剛大王はダートで走り、500万下で1勝、高層多数の普通の馬になってしまったわ。おお、結局、異常に長距離走る馬だったってことなのね。ウィン・アブライアとは逆のパターンね。いやいや、長距離パートナーさえ見つかれば、どうだかねー。しかし、条件馬としては優秀だった金剛大王。確かに見込み違いだったかもしれない。しかし、自分の与えられたレースで精一杯賞金を稼いでいた。そして徐々に力をつけ、1000万下線で一番人気に押された2008年5月11日、府中では外国産馬のダービーである NHK マイルカップが行われていた。もし、金剛大王が怪物だったら通過点にしていたレースね。その裏開催の最終レース、金剛大王は束の落馬に巻き込まれ、予後不良。おお、一部の物好きな競馬ファンは金剛大王を少し思い出し、少し失笑して、オケラ街道を駅に向かった。あの世で長距離パートナー見つかるといいね。と、いい話っぽく落としてんじゃねえ。以上になります。今回はネットでもクソ有名なビッグマウス事件を2つ取り上げたわね。やっぱり加藤じゃねえか、いい加減にしろ。最近ビッグマウスしないから寂しい限りなんだよな。地に足ついてきたんじゃないの？それはそれで寂しいわね。次回はどうするの？次回はヤバいコメント無念編よ。乞うご期待。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。